ちは。こんにちは、さゆたかさん。今日は佐々木朗希投手の動画です、はい。まあ、佐々木朗希投手5年目ということで、はい、やっぱりあの皆さん分かるように、こうあ、球団にすごく大事に貴重な存在としてこう育てられてるなっていう印象がすごい受けるんですけれども、金の卵だからね。そうです。いつかはもちろんメジャーなので、やっぱり怪我をさせたくはないっていうところも大きいと思うんですけれども、この5年間で佐々木朗希投手、例えば体力面だったり精神的にも、例えば球の威力とか、そういうものどういうふうに変化をしていっているのか、そしてなぜこういうふうに大事に育てられるのかっていうのをちょっと豊さんに、まあ、大事に育てられるのがさ、それはやっぱ故障したらメジャーに行けない、球団もやっぱ彼の夢であるメジャーに行かせてあげたいと、まあ、それなりに体を作り、それなりに活躍すると見込みができたら、球団としたらやっぱ商品とすればさ、やっぱ無傷で、磨いてって言ったら何十億っていう球団に入るお金があるし、まあ、それはやっぱこうそうなってほしいし、そういうような受け渡しはしたいよね、メジャーとの。そしたらお金につながるという。だからまあちょっと気な臭いことだけども、まあ、お金が絡んでるという、まあ、いわゆるビジネス的にもっていうことですよね。それとやっぱ佐々木の体を見て、で、まあ、やっぱこう高校から入って、高校の時に160投げる人っていうのは、やっぱ体ができてないのにスピードだけは出るという、だから絶対負担は来てるんだよ、どっかにね、だからそこを故障する前に補いながら、そのスピードを保ちながら、やっぱ育てていかなきゃいけないということで、無理はさせたくない、これも分かる、ね、ただやっぱ精神的な部分だよね、ついてこなきゃいけないのが、だからその甘えになるとやっぱ佐々木にとって非常にマイナス部分っていうか、これはやっぱ大人がどうするかだから、責任を持って、で今はこう科学が進んでいて、でこういう筋力のつけ方をしてやっていったら、まあ、将来的にはこうなるよっていう計算も立つと思うんだよ、だからそれをやっぱ厳しくやっていかないといけなかったのが、ちょっと甘かったんじゃないかっていう見方もできるよね。その入った当初から5年間で、例えば筋肉だったりとか、そのパンプアップとか、もともと線が細いなっていう印象もあるんですけど、今もやっぱりちょっと線が細いのかなっていう印象があるんですけど、それはどうなんですか、変わったんですか。いや、まあ、それはそれなりにやっぱやってるだろうし、やらしてるとも思うよ、だからそれを感じないよね。そうなんですよね。まあ、例えば完全試合をやった時がピークだとすれば、それ以上に何か進化していってるかというと、なんかむしろ退化していってるっていうような、あそこがピークのように、そうそうそう、感じられるっていうのは、まあ、どっかにやり方が違うんだろうなと思うよ。日々鍛えてることは確かだと思うんだけども、それを感じないっていうことはやり方に問題があるのかなっていう感じはするよね、だからまあそこに物足りなさっていうのは、こう見ているファンっていうのは感じるんじゃない。例えば、その大谷翔平選手が日本ハムに入った時に、もちろんもう将来はそのメジャーに行くっていうのも分かっていて、その日本ハムでの大谷選手の二刀流での育て方と、佐々木朗希投手もメジャーに行くだろうなと思ってロッテに入ってきて、でそこでの5年間っていうのは、2人はどうなんですか、違う、性格が違う。性格ですか、うん、大谷はもう小さい時からメジャーを意識して自分で鍛えてた人間と、佐々木朗希っていうのは最初メジャーはね、あんまり意識してなかったと思うんだよ、だけどメジャーを知る、近くに感じることによって、またその環境を見たことによっての夢が膨らんだと思うんだよね、だからそこら辺の違いはね、やっぱ大きいと思うわ。例えば佐々木朗希投手が日本ハムに入っていたら、また何か変わっていた部分ってあったんですか。いや、それはね、やっぱり意識の問題で、やっぱ大谷はその意識は高かったよ、まあ、周りの環境にもあるけどもね、あの大人の話し方で、お前はどうしたいんだとか、まあ、そういうことを聴取すると思うけども、最初の目標というか、その設定の仕方によって意識も変わるし、トレーニングも変わってくるという、だから佐々木が最初からメジャーだったのかっていうと、俺は違うと思う。そっか、だからおぼろげにはあったと思うけど、で明確になったのは WBC 行ってからだよね、多分意識したの、
まあ、そこら辺で の, その時間とのギャップがあって大谷とは、うん、だからここからやっぱ大谷が過ごしたこうそのギャップの時間というのを佐々木が作っていって、うん、それに到達しないとやっぱメジャーっていうのはなかなかな、はい、まあ、難しいのかなっていうふうに思う。あとよくガラスの体っていうふうに表現されること多いんですけれども、はい、やっぱりそうなんですか、事実としては。やっぱね、あの体好きで160キロ以上投げようとするとやっぱどっかに負担は来てると思うんだよね、うん、だから危険な状態ではあることはやっぱ見ていてわかるよね、はい、うん、ただ佐々木に求められてるっていうのは、うん、基準がやっぱノーヒットノーランとか完全試合だから、うん、初回の先頭バッターにヒットを打たれると、うん、みんながっかりしちゃうもんね。そうですね、目標設定の違もう高いですからね。いやだから見方が違うからさ、うん、それは佐々木も辛いとは思うよ、うん、でも勝ちを積み上げていくといいよね。だからこの前配球的には、はい、それまで 70% が、うん、まっすぐだったのが、うん、この比率を変えて変化球半分、うん、ストレート半分、うん、まあ、ストレートも半分も投げてないな、はい、スライダーが半分、うん、他の変化球が 20%、うん、だあとの 30% 残りの、はい、これをまっすぐだったよね多分、うんうん、だ配球をものすごく変えてすごく楽に投げられたと思うんだよ。あ、日本ハム戦のあとね、ソフトバンク戦、ソフトバンク戦の方、はい、だからソフトバンクの選手たちもここでまっすぐが来るはずなのに、うん、あれスライダーで取ってきたとか、はい、まあ、そういう戸惑いはあっての配球だったんだけども、うん、でもその配球がすごくハマったよね、うん、だからその圧倒するピッチングをするよりも、うん、勝てるピッチングをこれからは覚えていってメジャーに近づけていくのかなという感じはする。その方がその体への負担っていうのも楽だと。楽、そうですよね、うん、今までやっぱストレートストレートで落としてって、それはやっぱり本人としてはそこがストロングポイントとかそこを見てほしい、俺の強さだっていうのがあった。まあそうだね、うん、まあただやっぱりピンチになった時、まっすぐで三振を取れるとか、まっすぐまっすぐフォークで三振取れるとか、はい、そういうことは常に持っとかなきゃいかんっていうことだよね。ああ、これで変化球頼りに変わるんではなくて、そうそうそう、うん、やっぱその原点に戻ったピッチングもできるように鍛えとかないと、はい、必要以外のところで160キロ出す必要ないと思うんだよ。なんかマイボールマイボールって期待しちゃうんですよね。まあまあそうそう、スピードガン見て、うん、でもここ大事な一面だと、はい、ね、6回7回まで行って1対0で勝ってる、うん、ノーアウトランナー 2,3 塁になっちゃったと、うん、よしこっからみたいな、うん、165165とか行って、うん、ポーンと落として三振取るとか、はい、そこから3者連続三振とか、うん、こういうのがあったら佐々木の像っていうのは崩れないよね、うんうん、でそこでも変化球行ってなんかすっきりしねえなみたいな見てる方が、うん、まあ、それだけハードルが高いんだけど ね、 そうですね、佐々木に期待してることっていうのが周りの人間っていうのはすごく大きな期待をしてるから、うん、まあ、仕方ないとは思うけども、まあ、だけどその変化の中にもやっぱ佐々木朗希は持っといてほしいなと思うけどね。あとはその大事に育てられた分、他の投手であればもっと例えばタフというかもっと頑張れとかなんかだったところを佐々木朗希としては特別枠みたいな形で来た分、その年間通してローテをまだ守りきれてないとかそういうことに今つながってしまっているっていう可能性っていうのはあるんですか。佐々木朗希に欲があるかどうかだな。これをすごく感じたのは完全試合やった次の日も完全試合やってたんだよ、はい、ね、それ8回で降りたでしょ、はい、まあ、それはやっぱこう負担が来るのかもわかんないけども、うん、だからそこでいやいや行かしてくださいみたいな、うん、自分が言えばやっぱ投げさせたと思うんだよね、はい、だからそれをやっぱこう言えないということは、うん、あ、やっぱ欲という面に関しては貪欲ではないな彼は。うーん、なるほど、そうかそうか。あとはやっぱり周りが必要以上にこれ以上やったら将来響くから壊れちゃうからやめとこうかみたいな感じはあるのかなとか、うん、まあ、現在7勝4敗ってことなんですけれども、はいはい、もうポテンシャルとかから考えると7勝4敗のピッチャーではもちろんないですよね。まあ、10勝1敗ぐらいでいいよな。ですよね。それプラスアルファはやっぱり例えば山本由伸投手のように最多勝だったり、うん、そう、例えば投手の4冠とか、うん、沢村賞とか、うん、本来であればもう取ってもいい、いやもう取らなきゃいかんやな、うん、本当はね、
で奪三振なんか毎年取らなきゃいけないぐらいのポテンシャルのあるピッチャーだよね。そうですよね、うん、だからまあちょっと成績がついてきてないっていうことはちょっとがっかりだし、うん、故障背中の張りとか、うん、まあ、言って離脱していくっていうのはすごく寂しい話だけどね、うん、まあ、これは本人しかわからないことだし、まあ、無理したら故障につながるんだったら休まなきゃいけないし、うん、でもプロの責任としたらシーズンを休まないで全てその全うして初めてプロ野球人というかファンの期待に応えるというかね、まあそういうことだから、まあやっぱ体は強くしていってほしいなとは思うけどな。常々ね、体がやっぱり強い選手、丈夫な選手がやっぱり最後まで、いやまあ名馬って故障しないって言うけどさ、やっぱ名馬になってほしいわ。そうですよね、いい選手って故障しないからね。ですよね、うん、だから故障しないためにもじゃあ故障するような投げ方ではなく、おっしゃってたやっぱりストレートっていうのを持ちながらも変化球などを使いながらっていうスタイルに変えていったりとか、まあ、そうだね、まあ、いろんな形ができると思うんだよね。うん、うん、だからそれだけのポテンシャル持ってる選手だけね。そうですよね、うん、まだ私たちあの完全系のその佐々木朗希投手を年間通して見たことがないので、ぜひ来年、来シーズン、まあそうだな、見たいな、見たいなっていうふうに思います、はい、プラスアルファ、そのチームとしては今現在3位で、下からは楽天を追ってくる、プラスアルファ、日本ハムにも届く位置にはいるっていうところで、うん、やっぱり佐々木朗希投手の力っていうのがそこに非常に必要になってきますよね。いや当然だよね、うん、いや監督、僕仲良くから行かせてくださいみたいな、ってなると頼もしいけどな。いやいや本当にそれ中4日で回ってきたら嫌だぞお前、佐々木朗希が嫌ですね、ピョンピョン行かれたら、ピョンピョン行かれたら、いやそのぐらいのポテンシャルもあるし、うん、そのぐらいやっぱ佐々木がマウンドにいるだけでもね、うん、やっぱり嫌な存在になってくるから、うん、まあこれからちょっと頑張ってほしいな。ですしやっぱり CS 争いしてるところでの佐々木朗希投手っていうのが一つ中心人物にはなってくるであろう、まあ、そうだな、 なので、はい、そのあたりね、ちょっと佐々木朗希投手の残りのこのシーズン、クライマックスシリーズでの戦いぶりっていう投げっぷりっていうのも、はい、そこもね、気にしながらですね。そうだね。はい。はい。